Power Records。どうも、LECCA と書いてレッカと申します。タワーレコードが30周年おめでとうということで本当におめでとうございます。タワーレコード30周年。実は私も30歳ということで本当にこれ偶然私と生まれた年が一緒なんだということを今知った、今改めて再確認した感じなんですけれども、30周年本当におめでとうございます。タワーレコードはですね、私実はもうここでだけ言っちゃいます。これはあんまり他のところで言わないでほしいんですけど、一番私が通ってる、通い詰めてるレコード屋さんなんです。実はなぜかと言いますと、よく行く渋谷にすごい大きいタワレコがあるんですけど、そこもあるっていうのもありますが、なんかポップがあるじゃないですか。ポップって店員さん、なんかバイヤーの方がその実際それぞれのアイテムを聞いて、これはこの曲がいいですよとか、このアーティストみんな知らないと思うけどすごいいいですよっていうのがすごい店内中にわーって貼ってあるから、やっぱりもう最近ね、ネットとかもあるしダウンロードもあるんですけど、実際そのお店に買いに行って、で自分がこう例えば目当てのものが1枚じゃショーン・ポールを買いに行こうというのがあったとする。でもショーン・ポールも買うけど他にもあるかもしれないと思ってこう歩き回るわけですよ。道じゃないや、店内を。そう歩き回るといろんな発見があって、特にカツオさんっていうのがね、バイヤーで渋谷店にはいらっしゃるんですけど、カツオさんの勧めるレゲエが本当に私知らないっていうのがたくさんあって、ドイツのレゲエとか、パトリスは私からもカツオさんのおかげで知ったんですけど、そういう新たな発見が本当にたくさんあるということで、タワレコに行けばいいミュージックに出会いますよということで、私は本当に大好きで一番行ってます。個人的にプライベートで月何回も行ってます。でよく3回4回うろうろしてるんですけど、ちょうど私今年30歳なんで、同じく30歳のちのちゃんっていうコーラスの歌い手の子がいまして、その子は私のワンマンライブの時に後ろでコーラスやってくれたんですけど、ちのちゃんが30歳をテーマにした曲を書いてよって言ってくれたんで、そうだよねと思ってミソギャルっていう曲を今年書いて、で今年発売したビッグポッパーってアルバムに入れてあるんですけども、これ30を超えたミソジの女の人、もしくはそこに必ず行き着くであろうね、20代10代もうみんなですよ、もう全ての女の人に捧げる、数年なんて関係ないでしょっていうような感じで歌ったものなんですけれども、女の人はなぜかね、男の人は ないと思うんですけど、女の人は29から30になった時にやたら周りに言われるんです。もう30だねって言って言われるんですけど、うるさいみたいな感じで、男の人はあんまり多分言われないと思うんですよ。もう30だねとか言われない、多分男盛りだねとか働き盛りだねって言われると思うんですけど、女の人はやたらやっぱり数でみそじと言われてしまいますので、何なんだろうとこれは思うんですが、よく考えてみると20歳の時よりも絶対30の時の方がいろんなこう自分で選択権があるんです。仕事にしても恋愛にしても、何でもですよ。もう本当に買い物にしても、20歳の時はまだよく分かってなくて、周りに流されてるかもしれない、これかな、みんながこれやってるとか言ってうろうろしてる中を、20代を経てきて30になった時にものすごく自分でパキパキと選べるようになってると思うんですね。それがすごく楽しいし、それがもうここから多分どんどん楽しくなるんじゃないかっていう、なんかもう楽しさしかないみたいな感じの私は30歳なんですけど、これからねどんどん30歳だからちょっともうちょっとちゃんとしなきゃとか、なんか落ち着かなきゃとか全く思ってないんで、これからどんどんやりたいと思ったこと本当に何歳でもやる、何歳だからといってやるっていうわけじゃなくて、何歳だからといって自分の行動を狭めるような生き方をしたくないなということで、自分の好きなことを本当に好きなように好きなだけ、そして自分をねもっと成長させれるように頑張ってやっていきたいと思いますので、それはタワレコと一緒で、タワレコもきっと10年後に40周年やると思うんですけど、私もその時に40周年できるように一緒にタワレコとともに歩んでいきたいと思います。 No music, no life。 レカでした。タワーレコード。